ウルフガング・パーレン、禁じられた国フューマージュとは、紙やカンバスに、ろうそくや石油ランプの煙で絵を描くシュルレアリスムの技法である。ボルフガング・パーレンによって広まった。1936年、パーレンは、最初のフューマージュ作品、ディクテティット・バイ・ A キャンドルをロンドンで開かれた、国際シュルレアリスム展覧会に出品する。同年、パーレンは、フューマージュの油彩が、 禁じられた国を描く。それを受けて、他のシュルレアリスム画家、ロベルト・マッタ、さらには、サルバドール・ダリもヒューマージを使い始める。ダリはこの技法を、スフマートと呼んだ。この技法を用いた画家には、アルベルト・ブリリ、ブーハンチャ・ヒト・ド・アンチャイ、ジリ・ゲオルグ・ド・コピル、イアン・ヒューゴ、イブ・クライン、オット・オ・ピエネなどがいる。アナイス・ニンの小説を映画化した映画。 ヘンリージュームは私が愛した男と女でアナイスの夫、ギラーがフーマージュを使っている場面が出てくる。画家、著者、教育者のメアリー・フラナガンはフーマージュと紅茶占い、ロールシャッハテストを比較した。ありがとうございます。